して立ち止まる。もう何日も電話だけ。忙しいのは素晴らしいことだけど、一つだけ覚えておいてね。すれ違っても信じ合えるのは私たち二人だからこそ。人はもっと弱いものでしょう。急に途切れるとき、同じ街の中なのに距離を感じて少し泣きたくなる。それ一人で生きることもできなくないし、きっと開くだけれど一度きりの人生なんだ。微笑んでいよう。あなたに会